どうも、ジェイハブ研究所です。こんばんにちは。はい、今日の受験こちらです。ハッピージョイントさん、これこの前に LED 付きのフィギュアケース紹介したところですね。はい、うん、これまた楽天でちょっと面白そうなものがあったので買ってみました。はい、うん、開けます、うん、こちらです。なにこれ、お風呂なんだかわかんないと思うんだけど、はい、LED ネオンサインレインボーです。ネオンサイン、ネオンサイン、これをなんか使えばさらにディスプレイが綺麗になるんじゃないかなと思ってます。はい、じゃあ見ていきたいと思います。 Thank you。 Thank you。 これが2840円。はい、なかなかするんですけど、うん、まあ見たら欲しくなるとは思うんですよ。はい、うん、綺麗だと思うんだよね。いつもね、もうほんとなんとなくでしか買ってないから、うん、大丈夫かなか分かんないんだけど、確かにこっちかな、うん、あ、こっちになんかこう、うん、変わってる感じ。なんだこれ、すごい柔らかいんだよ。ブニョブニョしてますよ。柔らかいよ。うん、うん、立つの、うん、これで OK。 おー、立ってる。なんか、うん、もうこれだけの商品ですね。あ、これこういうところに石鹸とか置くんじゃないんですね。石鹸、あー、石鹸置きじゃないです、お風呂の。お風呂だと思ってました、うん、ちょっと倒れやすいね、きっとね。確かに、うん、で、電池と USB 両タイプあるのかな、これ。どっちでもいけますよってことですかね。光らせてみます、もう早速。はい、やっちゃいましょう、ね、消します、一回。はい、はじゃあ、つけますね。はい、うわうわすごい、これはラスベガスラスベガス、はい、もっと暗くしよう。いや、すごいね。すごいです、うん、これちょっとでも倒れやすいな。うん、なんか補強しないとダメだね、はい、それかまあ壁につけちゃうから。うん、壁に引っ掛けてますね、うん、画像だと。壁につけた方がいいね。うん、これでね、ちょっとやりたいことがあって。え、なんだ、この前のこれ、これを置きたいんですよね。おー、よいしょ。あー、ちょっとちっちゃかったな。あ、本当だ、思ってたよりはちっちゃかったね。うん、うん、もうちょっとこれが、台を乗っけてこう上にしたら、あ、じゃあここに乗っけちゃうじゃないですか、ここに。あ、もうここに乗っけちゃう、つけちゃう。ほら、置きました。どひゃー、これで完成じゃないですか。これすごいですね。これ2段目にちょうどいいですよ。2段目にね、まあちょっとはみ出ますけど、うん、うん、両面テープ貼っつけたらこんな感じになる。はい、うん、かっこいいです。かっこいい。はいまあ、なんで虹なのかわかんないけどディスプレイとしてはすごいいいんじゃない。はい、それかもういい、2段目をこれにしちゃうとか。あ、それもいいかも。レインボーロードみたいな。はい、マリオカートこんな感じあー、すごいあれ、これいいんじゃない。ちょっと上から、はい、うわサイズ一緒なんだけど。本当だ、並べますか、はい、なんかステージみたいアイドルみたいな。アイドルのステージみたい。これもありじゃない。これありですね。これもありだね。はい、うん、2段目限定だけどね、うん、うん、敷いちゃうのもいいかもしれない、もしかしたらね、はい、下にあってもいいかも。何これってなるね、うん、面白いやん、ね、マリオのカート乗っけたいですね確かにマリオカート乗っけてもいいかもしれないね、はい、こういうね、ちょっと気になるものを今後もいろいろ買っていきたいなと思ってます。はい、こんなに簡単にできちゃうならみんなやりたいです。うん、ちょっとお値段しますけどね、 LED なんでね、うん、はい、でハッピージョイントさんってこういう LED のグッズがたくさん売ってるんですよ。へー、うん、で、まあなんかディスプレイに使えそうなものはまた買っていきたいなと思ってます。はい、まあ、楽天の方で買えますんでね、うん、あの概要欄載ってますんで見てみてください。はい、チャンネル登録お願いします。お願いします。今日はこんな感じです。ラパッ。